本校ではカスティーリアの白、国王、女王を列挙する。本校は部分的にはアストゥリアス王の一覧及びレオン君主一覧の続きである。以下の白は世襲ではなくアストゥリアス王国東部の国王の代理人として指名されたものである。早くも867年にはあらば及びカスティーリア白領が創設され、カスティーリアはいくつかの 小さな白梁に分割されて931年まで統一されることはなかった。カスティーラブルゴスそのカスティーリアの獲得はブルゴスと再統一する結果となり、以後は2つの称号は区別されずほぼ同じ意味で使用された。カスティーラお及びブルゴス・セルソ及びランタロン・ハークあらば、カスティーラ王国の紋章931年にフェルナン・ゴンサレスは、 グティエル・ヌニエス及びアルバロエラ・メリスの継承者に指名されたことで、分割していたカスティーリャ、ブルゴス、アラバ、セレソ、ランタロンを統一し、反日的な世襲のカスティーリャ白領とした。サンチョ三世が死ぬと、その息子がガルシア二世、サンチェスの姉妹で、サンチョ三世の日であるムニアにより、白として任命された。以下の王朝は、裏カの最初の夫ガリシア白。 ライムンドの団結子孫である。カスティーリア連合王国のモンショ章ランカスター公ジョン・オブゴーンとは、ペドロ一世の娘であるコンスタンスとの結婚を利用してカスティーリア及びレオンの王号を請求した。ランカスター公は王号を確固とするためロンドンから遠征を強行するなどしていくつかの軍事的行動を起こしたが、成功することはなかった。アルフォンソ十一世の諸子である。 エンリケ2世に始まり、トラスタマラゴを創立する。以後の君主は、スペイン君主一覧を参考のこと。最初に、スペイン国王の称号を用いたのは、カルロス1世の息子である、フェリッペ2世である。それにもかかわらず、カスティーラ王国はスペイン連合王国内部で、独自の権利を有し、それはスペイン継承戦争後のる、ボーン、朝まで続いた。ありがとうございます。